ジョンシナによる ST 回。ステップオーバートーホールドウィズフェイスロックはプロレス技の一種である。略称は ST 回。うつ伏せの相手の片足を両足で挟むことにより、固定して足首と膝を極めて、そのまま覆いかぶさると同時に、自身の腕で相手の顔面を抱え込んで、フェイスロックの容量で顔面を締め上げる。ごく技、関節技あるいは締め技に分類される。 原型は、ルーテーズが、クロスフェイスの故障で用いた相手に、実力差を知らしめる裏技であった。テイズ道場では、頻繁に使われていた技であったが、名前のない技であった。原型の STF は、自身の片腕で、相手の反対側の腕の手首を掴み、もう片方の腕を逆手にして、肘あたりを相手の顔面に押し付けて締め上げる、相手の全身をねじ切るような技であったが、 バリエーションとして、セットジニアスが、フェイスロック式を考案。テーズ道場でコーチを受けた、長野正弘が、フィニッシュホールドとしたことで知られるようになった。長野正弘が第一人者として知られる他に、セットジニアス、テーズ道場の師範代であるマーク・フレミング、テリー・ゴディ、ゲイリー・オブライト、ホンダ・タモン、ヒデオ・イタミ、ジュリアがいる。また、ジョン・シナは、 st 回遊の名称で使用。しかし、末尾の回遊は、ファック遊の意味を込めた名称であったため、PG 指定を避ける意味もありのちに、技の名称を、ただの stf にしている。サレーエが長野から、使用許可を得た初めての選手となる。セットジニアスも多数のバリエーションを持っており、相手の上半身を、フルゲルソンや、 ハーフネルソンに捉えたり、サソリ固めから、ステップオーバーして、相手の両足をフックして動けなくさせるバリエーションも、披露。また、2004年12月8日には、蝶野が、キックボクシングジム、ターゲット、菅も本部で会長の伊藤隆といった、公開練習で、STF の体勢から、そのまま仰向けに相手を、ひっくり返す裏、STF、FTS を発表して、 これがある時点で最新の STF バージョンとなっている。この FTS は足を極めているかいないかの違いで、長谷の裏、STF とは微妙に異なっており、長谷公安の裏、STF は足を完全に固定していないのに対して、FTS は相手の足を固定した上で完全に極めている状態である。マグナム東京のステップオーバーーホールドウィズフェロモンも同型技。 ありがとうございます。